ほな、いこかさんの特殊能力、うん、共感性共感覚。はい、どうもこんにちは、スタバンドレンです。はい、関西ラブ D です。こんにちは。いや、嘘でしょ。そうだ、いや、地元捨てたくせに。いやいや、東京楽しいって言ってた。いや、ディズニーより USJ 入るから。あ、それは確かに、それは。あ、みんなそれはそうなんで、なんでそこ確認したの？自分の関西愛あったの？関西、あ、関西愛はもちろんある。もう語ってない、ないよ。マクドナルドはもうマックやし、セブンセブンもセブンやし、持ってる IC カードもスイカやけど。ないじゃん、もう。いや、関西でな、あの IC カード、あの、イコカって言うの。うん、イコカ。イコカ、ほな、イコカ、イコカ。ほな、イコカ、イコカ。はい、ということで、ハボが、これちょっと連鎖恥ずかしいぞ、今のは。いや、極みの、ドラマの、ほな、イコカさん。そういうこと。それは分かんなかった。やんまと、いい、まんまと言ってんじゃん。今月、PV が出たのかな、うん、マルカ、うん、という PV が出たの、うん、それもなんか、スイカみたいなマルカなので、ドラマの本内容のドラム分析をしていこうと思います。はい、なんかちょうどね、前にあの、ゲスの極みの秘めない私の紹介をしたときに、うん、ゲスをもっと紹介してほしいという声があったんで、うん、リクエストにお答えして今回やっていこうと思います。今更、はい、そのだいぶ古い話です。今更シリーズ第2弾。じゃあゲスの極みの今日はマルカで、マルカで、うん、じゃあ今回そのホナイコカさんの紹介。ホナイコカさんね。あ、うん、ホナイコカさんのホナイ怒られるからごいごい。ほな、いこかさんの、うん、あの、特殊能力を持ってて。特殊能力？特殊能力。何言ってんの？ほな、いこかさんの特殊能力、うん。共感性共感覚。何それ？共感性共感覚。あのね、いや、これ、スターターに作っただけなんですよ。これ持ってる？え？これ持ってるから。やめろやめろ。持ってない。持ってない。あの、まあ、共感性、なんかみんなにこう伝わる、伝わってしまう。うん、で、共感覚。共感覚はなんか、あの、字を見て温度を感じるとか、あ、それか色を感じたり、そう、物を食べてなんか、うん、風景が見えるとか、そんな感じ。なんかちょっと間違えたところが結びつくことによる芸術性みたいなでしょ。そうそうそう、っていうのをこの曲赤だわみたいな。そうそう、うん、まああの、これ勝手に俺がシンパシーを感じてるだけやったらごめんなさいだけど。ドラムの紹介をするから、ね、不思議な話してるずっと。で、あの、まあそう思う理由が2つあって、うん、まあ、それをちょっと紹介していこうと思います。はい、はい、まず1つ目、うんうん、この曲、ドラムの生音感がめちゃくちゃ強い。生音感、生音感がめちゃくちゃ強い。スネアはすごく乾いた音で鳴ってて、逆にバスドラはすごく深くちょっと聞こえづらいぐらいの音で鳴ってて、うんうん、で、ハイハットはやたらジリジリしてるっていう、結構そのバンドでスタジオに入りましたっていう時のドラムの音のそのままの感じの音で収録されてて、ちょっとまずそれをね、聞いてみたいと思います。うん、聞いてみたい。はい、なんかあの、それの対比としてはエレキトリックみたいな、エレクトリックドラムみたいな。あ、それが、ちょうど前に紹介した秘めない私、あれはもう確実にエレキ寄りのサウンドで作られてる。その時もそう言ってたね、確か。うん、言ってたよ。じゃあちょっと早速、まあ、もう覚えてないけど。まあ、今回のマルカのドラムの音にちょっと注目して聴いてみてください。はい、はい、ほっ、あ、めっちゃ生感は分かるわ。生感、そう、ルームマイク感ある。ああ、そうね、なんかスタジオ入ってすぐ達也が叩いてるドラムこんな感じだった。そういえば、いや、もうこんなおしゃれには叩けない。こんな音は達也、そう、なんかおしゃれ。そう、あの、ほな、いこかさん、達也中学時代かどっかに、うん、あの、吹奏楽部で、うん、なんかパーカッションとかを担当したらしくて、それこそあの、一つの楽器じゃなくて、うん、スネア担当であったり、バスドラ担当であったり、シンバルであったり、うん、なんかいろんな打楽器を担当したらしくて、うん、だからそれによってあの、打楽器のドラムの、うん、その表現方法の幅っていうのが、多分ドラムだけやってきた人よりも、うん、その音の出し方というか、アプローチの仕方っていう幅が、すごく広いと思うんですよ。
なるほど、うん、吹奏楽とかそういうなんかクラシック系なんかな、分からんけど、そうだよね、そういうのってやっぱりその、うん、風景というか世界観を押し出していくやん、うん、よりそういうところにあの、の感覚がすごい尖ってるのかなと思って、あーでも確かにそうだね、うん、今のなんかただ聴いただけでもかっこよかった、ね、そうシンプルなパターンではあるんやけど、ちょっと出音にそういうなんていうのこの曲の背景が見えるというか、うんうん、なんかそんなイメージがしてこれが一つ、うん、あの思った理由です。はい、共感覚は難しいかな、まだじゃあ2つ目を2つ目をしてもらまだ納得できないかなそれじゃあそう思うポイント2つ目いきます。はい、はい、この愛子さん、うん、名義は違うんですけど女優とかタレントの活動されてる、あー、うん、言ってた、そう詳しいね、いや言ってた言ってた前回くらい、あー前回のか前回の決めない私も一応皆さんチェックお願いします、うん、やっぱ見ます、うん、女優とか女優さん、うん、演技が全てやんか、うんうん、っていうことはもう感情の出し方とかもプロフェッショナル、あーそういうことか、なるほど、あの音楽での表現方法以外に別 の、 その表現方法、うん、感情を 100% 出さないといけないっていう仕事もしてはるから、うん、そこがこう組み合わさって最強の感情を出せるドラマになってるわけよ、うんうん、ドラムではすごいね、なんか歌はそういうのさ菅田将暉さんとか俳優さんが歌う、うん、さ結構北村匠海さんとかね、そう松たか子さんとか、なんかそういう俳優だからこそ表現すげえ豊かな、うんうん、それがドラムで起こってるの、ドラムで起こってる、ギターとかでもなんか泣きのギターとかね、ちょっと音色で表現できるけど、ドラムってなかなかちょっとやっぱ無機質な音、うんうん、なのにそう感じさせる、やっぱそれはねいろんなあの角度からの感情の表現をできるテクニックを持っているからこそだと思う、すごい、で、すごいのが、うん、あのこの愛子さん昔、今はちょっとわからないんだけど、うん、あのレコーディングのドラムのチューニング自分でしたって話で、いや、すごいピンとこないですすごいそれは全然よくわからないすみません、ギタリストとかベーシストとかは自分 の、 あの、ね、出したい音を自分で調節してやるけど、ドラムのレコーディングって、うん、あのライブとかでやると全然違くて、うん、スタジオとかと全然違くて、うん、割と音を殺して取って最後にミックスがしやすいような音に技として、うん、あの取るっていうのをドラムテックっていうその、うん、スタジオにレコーディングスタジオにドラムの音作り専門の人がそう言いたりするの、知るかそんなずっと知らなかった今もう完全に点々点だからみんなポカーンって言っちゃった、勝手に失敗した感じ、勝手に失敗した感じ、すげえドラマーの人だけ多分おえすげえってなってるかもしれないけど、その上でなんだよ、その上でそのお前ごめんごめん俺もあの感じてる方やから知らそう、その上でほなあいこかさんは自分でチューニングしてんだ、自分でチューニングしてレコーディングしてらしい、うーんこれすごいこだわりだね、こだわり、はい、うん、で、最後、ここ好きポイント、あ、ここ好きポイント、ここ好きポイント、で秒数が、うん、1分34秒、うん、で、フレーズとしては、うん、スネアの音色が変わるだけなんやけど、うん、これちょっと注目して聞いてみてください、スネアの音の変化、スネアの音の変化、 OK、 ほ最後から読み直せる薬と手付き合う航空の相性、なんかめっちゃかっこいい、うん、一瞬だけちょっとあのディストーションかかったスネアに変わんここだけ、しかも戻ったね、戻った、そうそうそう、そこだけ、そこのなんか2、3発ぐらい、3発ぐらい、そう、そこだけなんだ、3発だけ、そう、そこだけトランジェントシェーパーかかってる、なんてトランジェントシェーパーかかってるいやでも何分からんでめっちゃかっこいいやつそこだけかかってる、やっぱなんか表現力あるね、いろんなことやってくるの、トランジェントシェーパーでしょ、ということで今回はゲスの極み乙女丸の丸か丸大事、丸大事ってコメントで真っ赤くやったすいませんすいませんでしたゲスの極み乙女丸の丸かのドラム分析動画でした、はい、ちょっとでもためになったなとか面白いって思った方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします、最後まで見てくれてありがとう、またね。いやでも今回あれ入れてよかったわ、あの
ゲスの極み乙女丸。あ、あれね。丸大事。丸注意されてから、ずっとなんか、あ、申し訳ないことしたな。本当にそう。本当にそう。